こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、6月に発売された新しいプラレールの車両、こちらの4つの車両を一緒に走らせてみたいと思います。ああ、そうそう。で、こちらの敷島なんですけど、これはね、あの6月に発売されたものではなくて、まあ、以前に発売された敷島になります。多分何も変わってないとは思うんですけどね。ではですね、プラレールの方ちょっと簡単に紹介していきたいと思います。まず最初に走るのはこのありがとう700系です。で、次に走るのがこのノスタルジック東京のゼロ系になります。こちらもなかなかかっこいい車両になってます。めっちゃ渋いっす。で、トワイライトエクスプレス水風です。最後に敷島ですね。はい、敷島になります。ではですね、まずは700系行きたいと思います。もういきなりハイスピードで行きますね。あ、では続きまして、ノスタルジック東京ゼロ系いきます。では続きまして、トワイライト水風いきたいと思います。では行きます。そして敷島も、かっこいいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は2020年6月発売のプラレールの4つを紹介してみました。どれもなかなかいい出来のプラレールじゃないかなと思います。特にノスタルジック東京ゼロ系いいですよね。この色、そしてやっぱりトワイライトエクスプレス水風、とにかくかっこいいです。ということで、今回はね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。